好天に恵まれました ZOZO マリンスタジアムです。パシフィックリーグ公式戦千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの17回戦です。1回の裏マリーンズの攻撃です。マリーンズはご覧のようなオーダーとなっています。ホークスマウンドに上がるのは先発の石川。さあマリーンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは岡。今シーズンここまでの盗塁数は18。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。スライダー外れます。打ちました。切れていきます。ファウル。変化球空振り。ワンアウトです。バッターは2番に入っている杉谷。2試合当たりが出ていません。石川まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。和歌山ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。クリーンアップが登場します。バッターマーティン。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんて。引っ張った。高いバウンド取った。送球する。アウト。ツーアウト。これは進塁打になりました。さあそして打席には井上が入ります。さあツーアウトながらここは追い上げておきたい場面。初球打ち三塁。ファールフライ。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んでスリーアウトです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃。打席には5番バッター福田。マリーンズビハインドで迎える。打った。右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには勝月が入っています。さあ追い上げのチャンスを迎えています。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんよね。なるほど。切れていきます。ファウル。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでもチャンスは続いていますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには7番の中村が入っています。ファウルになります。バッターの中村今シーズンの得点圏打率は2割。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。柳田が掴んで2アウト。つなげたかったですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで引っ張った。これはどうか。上林が抑えて3アウトチェンジです。さあご覧ください。先ほどのプレーになります。序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。そうですね。まあとにかくなるべく早めに追いついておきたいですよね。さあその追いつくということができるんでしょうか。見ていきましょう。3球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って岡。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ヒットでランナーアウトコース打ちました。2番バッター杉谷。先ほどの打席は内野安打でした。ワンアウトになっています。いい球でしたね。はい。アウトコース変化球が決まってストライク。インコース詰まりました。取って2アウトです。バッターボックスには3番マーティン。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウト。入れました。ファールボールです。打ちました。これはスタンドへ入りそうです。入れました。ファールボール。ボールになります。次が4球目。ここもファールです。ファーストランナースタート。見逃して三振です。アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。この
の井上、ここのところ5試合で打率が1割を切っていますが、不調に陥ってる感じでしょうか。そうですよね、調子を落としてますよね。何かきっかけになるような会心の一本が出ればまた変わってくるんですけどね。なるほど、インサイド打ち上げました。打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。打席には5番バッター福田。まあ、前の打席はインコースを打たれましたから、ここはインコースの使い方がポイントになりますね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。バッターは今日 DH に入っている勝木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました、一塁ファールフライ、ファウルになります。インサイドファールボールです。打ちました、センターに打球伸びる、この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。赤星さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。そうですね、イニング的にもそろそろこの辺りで得点しておきたいですよね。そうですよね、反撃なるか注目です。ファウルになります。よく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは8番徳永。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。石川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。打席には9番バッター梶原。さっきはアウトコースをうまく打たれましたね。ここは内と外の使い方を考えたんですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。打ちました、ピッチャーゴロ、一塁アウト、スリーアウトです。今日は非常にコントロールがよくストライク先行です。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、マリーンズ打順よく1番から始まります。バッターは岡。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席打ちました、取った、一塁を送ります。アウト、ワンアウト。2番バッター杉谷。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。3番バッターマーティン。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前インコース詰まりました。ここは打ち上げています。中村が抑えて3アウトチェンジです。まあ赤星さん、もうランナーを貯めて返していくしかないですよね。そうですよね、もうこれはどんどん後ろのバッターにつないでいくっていうことになってきますよね。はい、そのつながりを作ることができるのか注目です。これもファウル。インサイド、右中間へ打球伸びる、ライトが取りました、ワンアウトです。打順は5番福田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。石川、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース決めてきた、ノーボールツーストライクです。インコース詰まりました、今宮が掴んでツーアウト。バッターボックスには指名打者の勝木。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。2アウトになっています。掴んで3アウト。8回の裏に入りました。7番から始まるマリーンズの攻撃。中村がバッターボックスに打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックス徳永。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。よく見極めましたね。はい、低めわずかに外れてボール。自由自在のピッチングを見せます。ツーボールツーストライクです。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。
バッターボックスには代打の安田。さあバッターは安田。この打席で走ってきた。キャッチャー二塁送球する。ナイス。成功。点差があるんであまり警戒もされてなかったでしょうね。なるほど、そうですよね。打ちました。セカンド取った。一塁へ。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。打順は1番に帰ります。バッター岡。終盤でこの点差はまあ厳しいですけども、しっかり集中していいバッティングを見せてほしいですね。打ちました。ショートの左抜けました。サードランナーホームイン。1点返しました、スワロッツマリン。バッターボックスは2番杉谷。一塁はセーフ。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。ボールになります。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？とにかくランナーを止めることですよ。打った、高く上がった。ライトバックバックバックする。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックス井上。まあ大差はつけられてますけど、1点でも2点でも返して意地を見せてほしいですね。さあ後がないこの場面。変化球打った、ボテボテの当たり。ファースト取った、そのまま入って一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。バッターボックスには5番福田。先ほどの打席は内野フライ。外の球打った、取ってアウト。ツーアウトランナー3塁と変わります。バッターは DH 勝木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。バッターボックスの勝木、今シーズン得点圏での打率は1割8分1厘となっています。変化球打った、ファウルです。4球目は何で来るか。低め、これは外れた。チャンスの場面、振っていきましたが三振。試合終了。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、それは逆に考えるわけですね。勝ったホークス、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。